今年の県予選には合同チームを含む9チームが出場。県民総合運動公園で開かれた開会式には各チームの選手が参加し、去年優勝した九州学院の下林葵主将が選手宣誓しました。ラグビーを通して学んだフェアプレーの心、仲間との絆、そして何よりも相手を敬う心を大切にし、今まで支えてくださった方々への感謝をグラウンドで表現し、記者陣営の精神で全力でプレーすることを誓います。初日の今日は1回戦の海進対第2の試合が現在行われています。決勝戦は来月10日に水前寺競技場で行われ、試合の模様は RKK テレビで放送予定です。